万世内駅は、北海道カバト郡浦臼町和座万世内にあった、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。1976年の万世内駅と、周囲約500メートル範囲、下が札幌方面、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成所在地名より、アイヌ語の遅きない、川尻の高けでたるところ、あるいは遅しけないに由来するとされる、短式ホーム一面一線を有していた地上駅。開業時からの駅舎は、木造で駅の外観が似ていることから、隣の札比内駅とは、兄弟駅として知られていた。石狩東別駅が管理していた、無人駅。構内には、 デュアルモードビークルの切り替え実験設備が設置されていた。1976年時点では、島式ホームだが、駅舎側は札幌側の低床貨物ホームへの貨物積み下ろし線であり、実質的には駅裏側のみ使用する単式ホームだった。後に、貨物積み下ろし線は札幌側が寸断されて引き込み線となり、貨物取扱い廃止後に撤去された。 2020年5月7日の北海道医療大学駅新都塚駅間の廃止にあたって、同日未明にホームに設置されていた駅名表及び駅舎に掲げていた駅名板が撤去された。2020年から2021年にかけて大雪で駅舎の柱が折れるなどの事象が発生したため、倒壊の危険があるとして2021年5月末から、 JR 北海道によって解体されることになった小さい町がある。ありがとうございます。